鉄アレイ、作法棒をよく見倒し、下から逆手で握りましょう。軽いはずの作法棒から歴史の重みが伝わってきませんか？ ちょんまげ。作法棒の先端を正面に向け頭の上に乗せましょう。この作法中に頭から作法棒を落とすことは大変無礼な行為とされています。 正徳太子、作法棒を縦にし両手でしっかり握りましょう。 右手は天の、左手は大地を表し、作法棒は天地をつなぐ架け橋です。聖徳太子。
ちょんまげ。